みんな、ドギョンね。こんばんは。いつも見ていただいてありがとうございます。リカコです。今回は、ご褒美として、お寿司食べれるそうです。もう、みんなが幸せ。今回に関しては。まあ、寿司ちょっと用意したんですけど、ただ寿司食べるのもちょっとこう面白みに欠けるかなので、ぜひ目隠して食べていただいて、ネタを当てていただけないかなと。はいはい。寿司ね、好きって言ってたからね、今日自信あるでしょ。自信あるよ。ほんと。いいんじゃない？いいんじゃない？似合う。TikTok でやっぱお世話になってるあのギターの男といえば仮面の彼。目隠した女性食べれないじゃん。食べれないね。うん。だから仮面の彼に口に運んでもらって答えてもらおうかなと。行きましょうか。おっしゃこい。おっしゃこい。全部でネタが9つ。9つあります。9つね。そうです。なかなか多いんですけど、まあちょっと多い。1個目いってみましょうか。うん、卵。正解。簡単だった。簡単すぎない？美味しいですか？うん、もうご飯が美味しい。卵は？どうなの？シャリの方が美味しいよ。第2問いってみます。はい。あうん、うん、はいはい、リカコさん、軍艦ネギ太郎。正解。イエー。匂いで結構わかるもんなのかな。いや、これ匂いはね、匂いでしてね、全部食感かな。今日リカコ燃えてるもんね。食べたくて目がめっちゃ燃えてるもん。おおおおお。あ、わさび。ちょびっとつけてあげようか。うん、わさびある子が好きだね。オッケー。はい。お。第3問。あー、うん、アーモン。正解。おー、うまい。第4問。はい、うん、おやるやん。結構やるね。なんか全然予想は。第5問。あー、うん、美味しい。いや、美味しい。多分分かった。赤身だよね。マグロ。正解。おお、マグロだよ。さあ、あと4問。醤油が2。醤油が2。第6問。あー、やば。臭くないから白身だと思ってるんだよね。うん、魚の種類全然わかんないな。白魚はですね、正解です。え、白で知ってるものを言った方がいいよね、多分ね。うん、カンパチ。残念、タイでしたね。あ、タイなの。タイかカンパチでずっと迷ってた。なんか意外と舌しっかりしちゃうね。うん、そりゃね。おお、舌出しちゃう。これは難しいです。結構むずい。でもリカコめっちゃ好き。リカコめっちゃ好き。うん、リカコめっちゃ好き。第7問。は？待どうぞ。ちさ子さん。正解。さすが。すぐ分かったよ。食べれるやしかも。うん、意外と食えるんだ。美味しい。食感がまずい。あのね、食感が良くないから、ちさ子さんの。ちさ子さんがまだもうちょっと柔らかくて噛みやすいっていうのだったら分かる。第8問。いつも色見て決めるの。シャリじゃない、シャリじゃない、ネタ。シャリをさ、色で決めてどうすんの。これこそカンパチ系じゃないのって。
正解はカンパチ。イエーイ。いやどうでした、寿司こう食べてみて。もうちょっと美味しいシャリがいい。まあね、ちょっと第9問目ラストです、お願いします。うまここ、うまここ、うまここ、うまこっちにチョコレートを避けてる。本当にさ、本当にマジでどうやった、寿司美味しくなかった、最後。顔が。スタコさん、スタコさんも美味しくなかった。チョコはマジで美味しくない。あーでも寿司食べたね、久々に食べたんじゃない。え、嬉しかった、うん、もうね、板チョコよ、板チョコ。美味しくね。寿司は美味しかった、一番シャリがうまかったね、うん、こっちもつけてみてよ。あーいいね、ごちそうさまでした。ピースピース。Farfalloni amoroso, notte giorno di torno.